ございます。今回はお越しいただきありがとうございます。これから本番になっていくんですけれども、ぜひ楽しんでいただければというふうにも思っております。いろいろな方の支えがあって今日を迎えることができました。昨年の3月からこの事業は始まっておりまして、そこからずっと1年間かけて今日の日を迎えることができました。これからそうですね、どれくらいの来場者数が見込めるかというのはわからないんですけれども、皆さんの熱いパワーでぜひ盛り上げていただければなというふうに思います。時は公園のにぎわいを創出しようと大学生が企画したイベント、キューブ in 時は遊園地学生による宇部市の総合文化祭は1月21日時は遊園地のカッタくんステージなどで開かれました。2000人が訪れ、ステージイベント、ワークショップ、作品展示など多彩な催しを満喫しました。市民に地域の魅力を再発見してもらうことで地元を盛り上げたいと、宇部市出身で山口大経済学部2年の西村花美さんが、宇部フロンティア大附属中で同級生だった県立大国際文化学部2年の深井彩奈さんに声をかけ、昨年3月から準備を進めてきました。2人が共同代表として山大生らに呼びかけて実行委員会を組織し、企画立案から出演交渉、運営までを手掛けました。ステージには時は中バトントワリング部、京進中高合唱部、宇部工場吹奏楽部など5団体が出演、芝生公園や体験学習館モンスタではワークショップがあり、宇部工場校の写真立て作りやドローン X のプログラミング体験が盛況。山口大医学部と京進中高の科学部が共同で開いた石鹸作りには親子連れが多く訪れ、好みの色や香りで装飾したオリジナル石鹸を完成させました。会場には多くのキッチンカーも集結、来場者は特設のテラス席で軽食を味わいながらくつろぎのひとときを過ごしました。運営面では京進高の生徒有志30人が協力、司会進行や会場の案内役を務めました。前日まで心配された天気も崩れることなく、来場者数は想定していた300人をはるかに上回りました。共同代表の2人は全ての中学高校で出演交渉をすることから始めた企画、想像以上の苦労はあったがベストを尽くせた、今後も地域を盛り上げる活動を続けたいと語りました。She's
Party, one love, dance, dance, shawty, shawty, quest, and dance, and can't even let them yell at me.